皆さんこんにちは。本日はヒールストライク、かかと着地でも絶対速くなれる方法、これを紹介していきたいと思います。さあ皆さん、着地のお話です。着地といえばフォアフットが速くてかかと着地はダメだ、こういった話もう嫌というほど聞きましたよね。ただ僕は動画で何度かお伝えしておりますけれども、無茶なフォアフット走法を取得しようとすると絶対に怪我をしてしまいます。そしてかかと着地の方、安心してください。ちゃんとかかと着地を極めれば速くなることができます。そう、かかとから着地してもちゃんと速くなるんだと分かっていれば、無理にフォアフットでチャレンジしなくてもいいですよね。なので今回は正しいかかと着地のやり方と注意ポイント、これをね説明していきたいと思います。ちなみに僕もヒールストライク、かかと着地ですし、この動画を見ている方は多くの方が着地はかかとなんじゃないかなと思います。なので皆さん、自分の着地に自信が持てるように今日はしっかりお話していきます。しっかり学んでいきましょう。まずヒールストライク、かかと着地とは、もう皆さん分かる通りかかとから着地をすることですよね。そしてこのかかと着地っていうのはブレーキがかかるからあまり良くないと最近では言われています。ただかかとから着地をしてもブレーキって実はそんなにかからないんですね。なぜブレーキかからないか、それはねかかとの構造にあるんですけれども、よく見てください。かかとってね、こう見るとちゃんと丸みが帯びてるんですね。この丸みが帯びてるのがポイントなんですけども、実はかかとから着地をしてもこの丸みのおかげでちゃんとコロンとこの足というのは転がるようにできているんですね。つまりたとえかかとでこうやって着地をしたとしても、かかとというのは骨が丸くなっています。この丸みを使ってうまく体重をかけていけば、自然と体は前に転がっていきます。かかと着地がブレーキになると思っている方は、かかとがサイコロのようだと思ってますよね。かかとで着地をしたら角張ってしまって前に進まないと思ってるんですけども、実はかかとというのはサイコロではなくてボールなんです。ボールは転がすとコロコロ前に転がっていきますよね。それはかかとも一緒で、かかとから着地してもコロコロ転がっていくので、自然と前に進む作りになってるんですね。その証拠に皆さん、ウォーキングの時って絶対かかと着地ですよね。まあこれ一つの例えなんですけども、そんなに歩いてる時にブレーキって感じないと思うんです。こんな感じでね。つまりかかとから着地をしたらブレーキがかかるっていうのは実は感じないで、体の構造上かかとというのは前にコロンと転がるからブレーキにはならないんです。なのでかかと着地の皆様、安心してください。でこっからが重要なんですけれども、実はかかと着地でもある一つの動きをしてしまうことによって大きなブレーキになってしまいます。ここを抑えるのがポイントなんですね。その動きというのは、膝を伸ばして体より前で着地をするかかと着地です。そう、膝を伸ばしきってかかと着地をすると、これが大きなブレーキになってしまいます。これはね、やっていただくと分かると思うんですけども、膝を伸ばします。そしてかかとで踏ん張るようにして足を置きます。そこからね、体を前に乗せていこうとしても、膝が伸びきった状態ではうまく体を前に進ませること、これができなくなってしまいます。そう、つまりブレーキになる着地っていうのは、かかとから着地をするではなくて、足を後ろから前に戻すときに膝を思いっきり放り出してかかとで着地をする、つまりこの膝を伸ばしきるという動きが実はブレーキになってしまうんですね。この時に使う筋肉は前ももですね。なので前ももが発達している人はブレーキをかけやすいというのは、こういうところから来ています。試しに皆さん、かかとを自分の体より少し前に置いて膝を軽く曲げます。その状態からかかとを転がすように体重を前にかけると、スルンと転がっていきます。これはね、全くブレーキにならずにかかとから転がるように走っていくことができるんですね。なので注意すべきは、かかとかつま先かではありません。これはただ単にね、足首の動きに過ぎません。大事なのは、膝を思いっきり前に放り出しているか、そうじゃないか、ここですね。この膝下の動き、この膝をポンと伸ばしている動きをなくしていけば、かかとから着地をしてもしっかり前に体を運ばせることができるんです。なのでこの瞬間から、かかと着地はダメ、つま先がいいっていう考えを放り投げましょう。今からね、このかかとを転がす方法、これをね紹介していきたいと思います。これを思えばね、皆さんもね確実に前に進みやすくなります。めちゃくちゃ大事ですよ。はい、それでは始めていきましょう。このかかとを転がすために大事なのは、この足首の動きですね。こういった動きです。まず足首が上に持ち上げる、下ろす、これ皆さんできますか？これができない方というのは、足首、ふくらはぎがめちゃくちゃ固まっている可能性があります。なのでそういった方というのは、一旦ねふくらはぎを伸ばすために段差を使ってですね、こうやってふくらはぎをしっかりと伸ばして足首が上に持ち上がる、この動きをねちゃんとできるようにしてください。これがねしっかりできるようになると、足首のトラブルかなり減ってきます。そして足首を持ち上げる動きできるようになったら、実際ねかかとを転がしています。これめちゃくちゃ簡単で、地面に足をついた状態から足首を上にグッと持ち上げます。そしてかかとを転がすようにしながら、ゆっくりと足を地面に下ろしていきましょう。要は地面に足をついた状態で、足首を持ち上げる、下ろす、持ち上げる、下ろす、こういった動きを行います。そうするとこのかかとが丸みを帯びている感覚っていうのが少し分かりやすくなると思います。このようにね、かかとが丸いですよね。この動きを
地面に足をつきながら行うことによって、このかかとを転がす感覚を掴んでいきましょう。この動きをゆっくり10回ぐらい行うと、足首自体の動きも良くなりますし、そしてかかとで転がる感覚が分かってくると思います。そしてそれができたら、体より少しだけ前に足を置いて、ここでつま先を持ち上げます。この時に膝をね、ピンと伸ばしきらずに膝は軽く曲げましょう。この状態から体を前に運んでいくと、自然と足首やかかとがコロンと転がってくれます。これがかかとで転がる方法ですね。この時つま先は持ち上げてもいいんですけども、膝でグッと踏ん張ってしまうと転がれないです。つまり膝を伸ばしきって膝でブレーキ、ももでブレーキをかけていると、これ前に体重かけられなくなりますので、膝は軽く曲げて体をゆっくり転がしていきましょう。そうするとかかとや足首が前に転がってくれて、前に進みやすくなります。この動きを何回も繰り返していくと、これをウォーキングに落とし込んでいきます。これやった方とやってない方の足比べてみると分かると思うんですけども、やった方の足がすごくね、足が動きやすくなったりとか、足首が動きやすくなるんですね。それはかかとがうまく転がる、足首がうまく使えてるからなんですね。そしてランニングは歩行の応用動作になりますので、この歩行がやりやすくなっていると、間違いなくランニングでの足首の動き、かかとの動きも変わってきます。なので順序としては、まずは足首をこうやってほぐしていく、まずはふくらはぎの筋肉をしっかり伸ばしてあげます。そしてふくらはぎの筋肉が伸びたら、かかとで転がる動きをやってみましょう。つま先を上に上げてゆっくり下ろす、かかとを転がす動きをしっかりと意識しながらやってみます。そしてかかとの動きがイメージができたら、つま先を上に上げて体重を前にかけていく、要はかかとで体全体を転がしていきます。そしてこの動きを何度か行っていくと、ウォーキングにそれが応用されますので、ウォーキングでしっかりと体を転がしていきましょう。僕もね、今軽くやって、この短い距離ですけども、かなり左足が動きやすくなっています。そしてウォーキングの時点で動きやすくなっていれば、間違いなく皆様のランニングに反映されています。だいたいストレッチは1分ぐらい、そして各ワークゆっくりです。ポイントです。ゆっくり5回ぐらいやってください。ゆっくりね、回数は5回ですけども、ゆっくりやることによって動きかなりきつくなります。そして皆さん、走る時の注意点なんですけども、さっきも言いましたね、膝を伸ばしきる着地、これが良くないです。なので着地は膝から下を放り投げるんじゃなくて、ちゃんと足の付け根から、股関節から着地をする。足の付け根から地面を押して、足の付け根から地面を押し付ける。こういった動きを意識すれば、膝下が動くことがなくなって、ちゃんとかかとで転がりながら、股関節を使って走ることができます。要は、膝から下を放り投げずに、ちゃんと足の付け根で動こうぜということですね。少し注意をしてほしいのが、股関節から着地をするってなってくると、結構ね、もも上げを一生懸命やることが多いので、膝を前に放り出すんじゃなくて、ちゃんと足を付け根から置きに行く。これぐらいの意識でやっていただければいいんじゃないかなと思います。このかかとの転がりを覚えると何がいいかっていうと、このかかとから転がるっていうのは人間の本来持ってる動きになりますので、これがうまくできるなんていうと、確実に怪我が減ります。かかとって骨の中で一番下にあるんですね。つまりは一番最初に地面につくところなんです。なのでランニングの時もかかとからしっかりと足をつくっていうのは決して悪いことではなくて、ちゃんと怪我も防止できます。そして正しくかかとを使うというのは、このかかとから転がす、この動きをしっかり得得することによって、間違いなく怪我が減って楽に走ることができるようになります。今日の子もね、少し難しかったかもしれませんけども、難しいなと思ったらね、何回か見てください。そしてワーク自体は難しくありますので、しっかりね、このかかとを転がす動きやってみてください。間違いなく皆様のランニング動き絶対変わっていきます。ぜひぜひ実践してください。絶対皆様の体は変わっていきます。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。動画の中で質問や疑問があるという方は、ぜひともね、コメント欄に放り込んでいてください。ショートムービーで回答していきます。いつも高評価、コメント、本当にありがとうございます。皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になったなと思ったら、ぜひともね、高評価ボタンよろしくお願いします。そして動画とは関係ないけども、質問疑問あるという方は、これもコメント欄に放り込んでください。よろしくお願いします。LINE 公式アカウントでは、練習会、イベント情報など、こちらをね、メインで配信しております。結果が出る高山の楽しい、ぜひともね、皆さん参加お待ちしております。今シーズン前半レース、続々終わりましたけれども、ベスト更新率がすごいです。サブ3.5、サブ3達成したい方は、ぜひともね、高山マラソン RC にてお待ちしております。こちら LINE 公式アカウント登録して申し込みしてください。よろしくお願いします。待ってます。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけど、まだチャンネル登録しなかったなったから、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、Instagram で高山マラソンシェア、フォローしていただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃね。